うるま市の市営団地で暮らしていた和美さんは、ある夜夢を見た。普段と変わらない団地に住み、朝起きてなぜかパジャマのまま家を出た。そのままエレベーターに乗り、団地の駐車場まで裸足で歩いていく。夢の中であるから違和感はない。自分の車に乗ろうとそのまま歩いていくと、目の前にロサンゼルスにいる姉の朝子さんが立っているのが見えた。朝子と笑いかけながら言うと、相手もカズミーとニコニコしながら言った。久しぶりに出会った二人は駐車場で抱き合った。久しぶり。ロスはどう？旦那さんと子供たちは元気なの？カズミさんがそのように聞くと、朝子さんはニコニコしながら何か言った。しかし口の動きだけで発せられた言葉までは聞こえない。そのうち朝子さんの洋服が変なのに気がついた。和美さんもパジャマを着ているので人のことは言えないが、姉も病院の患者が着るつなぎの服であった。朝子、もう一度和美さんは姉の名前を呼んだ。すると朝子さんは近寄ってきて和美さんを力いっぱい抱きしめた。和美さんの顔いっぱいにアメリカ製のダウニーという柔軟剤の香りが立ち込めた。和美さんはあまり好みではなかったが、ロス暮らしが長い朝子さんはいつもその柔軟剤を使っているのを思い出した。大好きよ、和美。と朝子さんは駆け寄ってきて和美さんを力いっぱい抱きしめた。そこで目が覚めた。目が覚めると同時に家の黒電話が鳴った。すでに起きていた夫が電話を取ると、ロスにいる朝子さんの夫のデイビッドさんからであった。先ほど朝子が狭心症の発作で亡くなったと、たどたどしい日本語で相手は言った。ああ、だからあんな服を着ていたのね。和美さんはそう思った。死ぬ間際に会いに来てくれたのね。柔軟剤の匂いもはっきり分かった。今でもたまに周囲に何もない場所であっても、どこからかあの香りが漂ってくることがあるという。